どうも皆さん、こんにちはです。ワンダと巨像プレイステーション4版前回の続きからやっていきたいと思います。今回は第4の巨像ということで、よいしょ、こっちですね。まあ見た目はカンガルーっぽい、カンガルーが四つん這いになったような、なんかまあそんな感じのやつです。さあやっていこう。さあやってまいりました。なんだろう、この光が差してる感じいやーほんとリアル。あ、うわ、あれ、この下こんな道あったの？え、谷底かと思ってたけど、なんか道になってますね、ちゃんと。すげえ。はあ、あんなとこ道あんだ。これ行ってみたいな、後で。さあ、そんなわけで第4の巨像の場所がここですね。で、こちらの奥の方にいます。さあやってまいりました。こいつはですね、弱点は確か尻尾の方と頭の方の2箇所なので、もう1箇所がどこにあるのかっていうところですよね。ちょっと古の弓を使って、古の弓を使うと弱点が見えるらしいんですけど、見えないな見えないやこれ。待ってよ、頭、あれ、火の光が、まずい火の光がなくなった。ここだ、オッケー。頭、うなじのところにあったよね。あと、え、どこ、あと頭だけ、こいつは。ちょ、わかんないな。まずこの下に隠れよう。うわ、ちょ、待って、この下もめっちゃリアルになってる。やばい。うら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 おらおら、よし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 。いやー、すげえ、この下もかなりリアルになってるねえ、ここも暗くて何が何だかよく分かんなかったけど、こんな感じだったんだ、ここ。よし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 、 OK。 しゃがんでるかな。しゃがんではないな。こいつはね、しゃがんでるときに後ろから乗るんですけど、乗れないな、このままじゃ。またこっちに誘導しようか。うらうら、あ、当たった、うなじうら、だいぶ攻撃してるな。穴を覗くはずなんですけど、あ、オッケー、今、ちょうどそこですね。後ろの部分から登ると、こいつは多分弱点頭1個だけじゃない？なんか、ちょっと待って、待って、地味に高いな、地味に高い、ここ。おっしゃオッケー、頭1箇所だけ、あとは首元に、まあミニ弱点みたいなのがありますね。ここだけかな、見た感じ。首元、ここ、ほら、
よし、ここを刺してもう一箇所、オッケー。で、あ、そんなとこにあんの？そこ、マジか。そんなとこにあんだ。あ、でもここ一応休憩ポイントもあるので、なかなか戦いやすい場所だ。おいしょ。ほい、だいぶ揺れる。いや、揺れるね。よし、ほい、まずい、浅い。刺さりが浅い。もう一発。あ、ちょっと待て、まずいな、刺さりが浅いな。そこ、オッケー。もう一発溜めて、そこ。よし、溜めて。あれ、あ、消えた。え、ちょっと待って、これ反対の方の腕もかな、もしかしたら。いやー、あ、反対の方の腕もだ。ちょっと待って、ここ、あ、いい休憩ポイントあるじゃん。よしよしよし。あ、こんなところに弱点あったんだ。ノーマルモードではね、頭だけなので、まさかここにもあるとはね。ほい、まずいな。ほい、おい、よしよしよし、いいぞ。だいぶ慣れてきたよ。あの頃の記憶が蘇ってきたよ。よいしょ。弱点の光り方も綺麗だね。よし、オッケー、消えた。あとは首だけ、頭か、頭だけ。ほい、ほい、よしよしよし。身に弱点をできるだけ痛めつけて体力を減らそう。 OK。 身に弱点もね、つきすぎると消えるはずなんだよね。ほい、 OK。 今だいぶなんか煙が出てる、光が溢れてるな、ここ。ほら、こいつはね、結構頭の部分は前にこうガードがあるので、だいぶ休みながら戦えますね。ほい、よし、いいぞ、いい感じだ。いい連続攻撃入ってるよ。ほら、よし、溜めて、よいしょ。最大溜めてもあんぐらいだもんな。よし、ラスト一撃、まずい、揺れるね。最後の一撃、あっ、最後の一撃。さあ、そんなわけで撃破となりました。
行くまでも行くわを生きるしきような。はぁ。I am the mutant. I could cause a iron cuckoo.さあ、そんなわけで第4の巨像撃破となりました。リメイクだからかわかんない、まあリメイクだからなんですけどワンダの顔がちょっと違うよね、ほら。うん、まあプレイステーション3版のねオープニングあたりをもう一回見ていただければわかると思うんですけど、顔がもう違うんだよね。うん、どちらかっていうとプレイステーション3版とかはこうキリッとしていた感じだったんですけど、まあ、リメイク版のワンダはね、まあ、どちらかというとちょっとほがらかな感じかな、うん、そんなわけでね、プレイステーション3版とちょっと比較してみていただけるとね、より面白いんじゃないかなと思います。そんなわけでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。